3、2、1。ハローたまんだまんジャパニーズステーション、アク立花シンジアクバブルス、なんなんデレブスタジオへようこそ。毎回毎回音楽のことを徹底的に分析する番組、はい、デネブスタディオでございます。インドネシアの皆さんにもっともっと音楽のことを楽しんでもらうために、音楽の深いところまで語りますので、ぜひとも皆さん見逃さないようにしてくださいね。はい、はい、それではデネブスタジオ、今までですね、いろんなコーナーやってまいりましたけども、また今回から新しい企画を挟んでまいりたいと思います。デネブスタジオの新コーナーが来ました。その名もコメント読みましょう。ついに皆さんのコメントを読める。嬉しい嬉しい。これ役がないからいつも読めなかったんです。はい、ね、もうちょっとね、俺たちまだね勉強し始めたばっかりだからね。インドネシア語が ねまだもうちょっとセニキット足りないので、ね、はい、セニキットだったかな、たまった。はい、皆さんからのコメントをですね、このコーナーで読ませていただきますので、はい、やっと皆さんの声と、コミュニケーションを図っていくことができます。というわけで一発目のコメントはこちらの方、はい、ランギットストレさんより。お、説明が面白くて音楽のことも理解している。そこな、そこな。ただ見ていいですねというだけじゃなくて飽きない。うわ、飽きないって言ったらもう本当に、ね、ずっと見せますよこれからずっとこの最後。はい、他にもですね、ムハンマド・ライハン・ファディラーさんより、はい、デネブと言ったらグローリーという曲が出てきた。ああ嬉しいですね。嬉しいね。それもポカリの CM をよく見てたから、過去わら。過去わら。嬉しいですね。あのね、アミルタ・インダ・オツカさんのですね、ポカリセットの CM に2017年はい、使用されておりまして、私どものね楽曲グローリーが僕らの知らない間にね、あの流行っていた、流行っていたのかわかんないですけど、流行ってくれていたというわけで、インドネシアの皆さんに聞いてもらったのはグローリーが最初ですね。はい、はい、それでは次の方ですね、ルスパンコルユビさんより。はい、バブルスさんの笑い声が本当に映っちゃいます。機嫌が良くなってくるようになります。もう元気出ますってことです、ね、ありがとうございます。どちらかというと結構悪者な笑い方知らさずに、まあね、ちょっとね、悪大感みたいなやつ、ね、日本で言うね、本当にね。はい、それでは次の方いきましょう。はい、ランダムテレビさんより、ね、世界中のミュージシャンで求められている細かい音楽のリアクションで、はい、前からこういう動画を待ってました。おお、説明し方もプロフェッショナルなミュージシャンを表しています。ほほ、私は新しいサブスクライバーです、いつも頑張ってください。ありがとう、ありがとう。立花さんすごい、やっぱね。まあ悪い気持ちではないですね。どうなのかね、自分なりにしかねまだ喋れてないから、ね、うん、どうなのかなと思ってて心配でしたが、皆さんの声を聞いて本当に嬉しく思って、はい、はい、それでは次のコーナーに行っていきましょう。ドン、はい、これね、今までですね、皆さんにいろいろと他のアーティストの分析などを今まで僕たちしてきましたけども、はい、ついについに来たんじゃ、ついに来たんじゃ、この時が来たんじゃ、今回からですね、デネブのことをもっと知っていただけるようになりました。いやー、やっとデネブのことがお話しできるね。今までこの人たち誰この中でやってまいりましたが、皆さんにデネブのことを知っていただけるということで、はい、今回ですね、デネブペディアという企画をやりたいと思います。はい、バンドとかはですね、うん、結構ネットとかで自分たちの情報が、うん、ウィキペディアとかで、あ、ね、出ちゃってるじゃないですか。出ちゃってる ね、うん、ね、でもあのウィキペディアって自分たちで載せれないんですよ。自分のことを自分で書いちゃダメなんですよ。へえ、客観的に見てくれる違う人が、うん、あ、デネブってやるやんって思った人が、うん、デネブはこういう人たちですって書いてくれないと
あそこで落ちちゃダメなんですよ。で私たちあんまり露出しなかったの今まで。この人たち誰って感じだし、それを今回分かりやすく皆さんにお伝えすることで、きっと誰かがインドネシア語で丁寧にですね丁寧に書いてくださるんじゃないかななんて思ってるわけなんですけども、それをですね今回デデブで情報をお届けしますので、皆さんぜひとも、はい、いやもう絶対絶対ね、これなんか通販みたいな、はい、私ね書いてください、よろしくお願いします、はい、というわけでデデブペディアスタート。じゃあまずバンド名デデブ、星の名前なんですね。白鳥座の尻尾、白鳥座の尻尾の名前をいただきました。本当はですね仮面ライダーのデデブというキャラがいてですね、そのキャラが面白いということでこれにしてみたらって人から言われて、僕はああいいですねって言ってデデブになりました、はい、その後後付けでさっき の、ね、さっきのね、白鳥座の尾っぽの星ですよっていうことを教えてもらいました、はい、ありがとうございます。はい、それでは次行きましょう。はい、出身広島県。同じく広島県。もともと僕は、関西のですね、まあ、広島出身で自分は生まれたんですが、関西に行ってそのまままた広島に戻ってきてですね、はい、戻ってきた時に、まあ、もう音楽やめようかなって思った時に出会ったメンバーで結成したのがデネブなので、はい、広島県で結成されたのがデネブでございます。これ来ましたよ、広島へを教えてください。教えてください。まあ広島ええとこじゃけ聞いてみんさいや、これですわ。まあ広島ええとこじゃけ来てみんさいや、ね、小さいあいうえおがめちゃめちゃあるのが広島弁です。はい、はい、僕たちのジャンルはですね、自分たちの中では、J-POPsをやってるつもりでございます、なのでですね明るくて皆さんに笑顔を届ける J-POP をやってるつもりなんですが、たまさか僕の作る曲はいろんな曲があるので、いろいろ楽しんでいただけるそんな幕の内弁当みたいな、ものでございます、ジャンルは幕の内弁当。はい、はい、それでは次レーベル。レーベルはですね、私立花慎二とバブルス2人で運営しております、はい、スタジオバイソンというですね、バイソンレーベルというところでやっております。これは個人で作ってるスタジオですが、ここでレコーディングをして、はい、リリースしたアーティストデネブ、そしてですねゼロエンカルピスというバンドがいます。このゼロエンカルピス今かかってるかな、すごくいいバンドでございます、はい、元気な20歳のね子たちなんですけども、ね、我々こういった若いバンドたちに協力して、全世界にねヒットしていっているような広島のバンドを育てています、はいはい、そしてデビュー活動スタート時期ですが、これがねほんわかしすぎてて、はい、実はですねバブルスさんは、はい、実は結構何年か経ってから1年経ってから入って1年半年ぐらい半年ぐらいかな、半年ちょっと経ってから入りました、はい、私スタートしたメンバーいろいろ入れ替わり立ち替わりしましたけども、一番最初に契約を交わしたアーティストバブルスでございます、はい、デビューはですね実際のデビューは2009年になります。きっかけはですね僕がもう音楽もう嫌だバンドなんかしないぞ介護士やるんだって言ってた時期があって、そうでもねずっとこうね歌ってるのは見てたのね、見てたんだけどやめたらダメだと思っちゃって、君はいるべきだって言ってさあデネブやろうみたいな、本当そんな感じだったよね。はい、そこで集まったメンバーでございます。はい、メンバーですね現状今のところ、僕が作りたかったバンドなんですけども、実はですね誰々がメンバーでとかって、うん、ボーカル立花慎二とかっていう感じではなくて、僕とねバブルスとねみんなの中でこのライブ一緒に出たい人って言ったらはーいって言ったメンバーで、出れるようにしたらいいなと思ったのがきっかけだったんですが、それをね期を経てですねいろいろ、まあ、やっていくうちに正規メンバーというのが整ってまいりました。まずボーカル立花慎二、ボーカルとコーラスのバブルス、そしてですねオンベース大和樹、はいですね、はい、オンドラムス三上久志、ここ、ここちっちゃすぎるからごめんはい、そしてですねあとオンギター竹和、この辺からとね、はい、いろいろ他にもいるんですがサポートメンバー含めて今は計正規メンバーで5名、そしてですね、はい、サポートメンバー含めると約 7,8 名のメンバーで演奏しております。デビューの時の面白いエピソード、
それはね、たくさんありすぎて、そうだね、なんていうのかな、実はですね、このデネブの、まあ、一番きっかけになったってやっぱ僕ら2人の出会いなんじゃないかなと思うんですけども、そうですね、僕がですね、このお店昔からあったんですけども、うん、このお店で上ステージの上で歌ってました。はい、でその歌ってる最中に、はい、なんかお客さんからカーペンターズの中の曲歌ってくれとなんか酔っ払いの人に言われて、はい、いやちょっと女の人の曲なんでちょっと女性誰かいないですかって言って、たまたまその時にいたお客さんが呼んでくれたのが女性ボーカルバブルさん。私急いで車で来て、でカバンをかけたまま上がってって言われて、ステージにそう上がったら隣にいて、あ、どうもって言ったのが本当にここのステージの上っていう、はい、その日初めて歌ったそのカーペンターズが一番最初に歌ったトップオブザワールドっていう曲だったんですけど、 そうですね、その歌った一番初めのきっかけ、そこから組んだのが、デネブでございます。はい、そうです。チャレンジしたいジャンル、僕はね、チャレンジしたいジャンルがやっぱり今の最先端のアメリカのポップ、あーね、ダンスミュージックですね。ダンスするためのかっこいい決めだとか、はあはあ、K-POP 含めてのそのアメリカンポップ、ヒップホップとか、うんうん、まあ、一番好きなのがあのブラックミュージック、好きだよね、よく聞いてるもんね、モータウンサウンドって一番大好きなので、ああいうファンクとかソウルとかも含めたような、なんかそういうジャンルに挑戦したいって思ってます。はい、そして僕たちのですね SNS アカウントなんですけども、インスタグラムはですねデネブアンダーバーオフィシャルだったかな、まあ、多分この辺で、ね、この辺出てる。でこちらがインスタグラムでございます。はい、はい、です。そしてフェイスブックは、まあ、ここら辺で多分デネブ、この辺にこうそしてツイッターはですね、はい、デネブアンダーバーオフィシャルで検索していただけると出てくると思います。はい、いろんな情報をアップしてまいりますが、主な、最近の話題などを、最新の情報を得られるのは、はい、インスタグラムなので、ぜひともよかったら皆様インスタグラムの、はい、はい、それと今回ですね、皆さんからのコメントもお待ちしております。このコメントをね、皆さん大事にしていきたいので、ぜひともたくさんコメント書いてくださいね。皆さんのコメントもコメント読みましょうのコーナーで読みますので、ぜひぜひこれから読まれていきますよ、はい、なのでいいこと書いてくださいね。はい、はい、というわけで、ジャンガンルッパライクコメントダンスサブスクライブチャンネルジャパニーズステーションやー、サンパイジュンパディエピソードプリクリャー、またねー、またねー。